リードンソシーのラジオ、歴史小話、ジャガ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 ,ジャガ,ジャガ秋です。秋ですけど、もうなんか冬っぽい感じもそうですね、人肌恋しくなる秋、人肌恋しくなる秋じゃないですね、<laughs> 冬か。冬ですかね、はい、なんか恋愛ネタにつなげようとします。いやいや、別にただ単に、はい、なんかあの寒いなって思ったら、人肌恋しいっていう、なるほど、あの枕言葉ったりすけどもですね。はい じゃあ、僕のさらわれた話をしてもよろしいですか <laughs>。何ですか、その <laughs> さらわれた話。いや、なんか、僕、男子校出身なんですけど、はい、あの、やっぱ、女性がいない。かったので。そう、そうですね。やっぱ、その社会人とか、と女性に植える。はい、で、ね、社会人になって、たくさん飲み会とかを、ね、企画する中で。やっぱ、大きいことをしようと。 思って、はい、あのー、同窓会を男子だけやってもおかしく面白くないんで、女性も集めて、女性も集めて同窓会、はい、60人60人ぐらいで120人ぐらいでやったんです。その女性はどうやって集めたんですか。同じ市内のもう一つの,その女子校、はい、女子校と男子校で一緒に同窓会やろう。そうなんです。ああ、なるほど。あ、それなんか楽しそうですね。この文脈はものすごく自然だと、はい、思って、あのすごくピュアにあのまあ企画をしてやってみたところですね。それは。 ソッシーが企画した,しましたおすごいプランナーですね。プランナーです、はい、今から何年前だろう、<laughs> 6、7年くらい前の話ですね。それって、たぶん、だからコンとかまだ流行る前じゃないですか。そういうマチコンっていうワードなかったですね当時に同窓会で男子校、女子校で一緒にやろうぜみたいなそうですね、<あ>すごいよかったんですけど、でね、で安納城、やっぱり綺麗な子というか、ちょっと好みな女性を見つけてですね。はい その当時僕、東京じゃなくて名古屋に住んでたんですよ、名古屋からわざわざ東京来て、ゲットした女の子の連絡先で、密に一生懸命メールを交換して、これはいい感じだぞと、これはいい感じだと、東京戻ってくるタイミング合わせて、連絡して会う、会わないみたいなことを言って、なんとかアプローチをかけようと思ったら、同じ会場にいた僕の友人に取られると。なるほど、まあるあるですね、かっさわられました、まあ、あるあるですね、しょうがないですね、そういうのは。 まあだからそういう文脈で考えるとやっぱかっさらわれるっていうのは結構やっぱいろんな場面場面であることではあるんですけれどもまあ唐突で申し訳ないんですが日本ってまあずっと鎖国してたわけじゃないですかしてましたよね徳川幕府の時代これをまあこじ開けたという表現が正しいのかっていうのはいろいろあるかもしれないですけれどもどの国がこう日本を鎖国から開国に変えましたっけ えっと、ペリーとかでです、ね、そうです,そうですペリーさんって何人ですかアメリカ人ですそれぐらいさすがに僕もなので日本っていう国はペリーさんがノックして開,いて開けて開国したわけなんですよ、はい、ですよねで、はい、そのペリーさんがと日米で最初に条約を結んでそれに続いてイギリスフランスロシアオランダと 結んんででいくんですね条約をだからアメリカが最初だったんです、はい、だからアメリカが最初に仲良くしましょうねっていう条約を結んでその次に、えー、じゃあアメリカとどういうふうに貿易をするのかっていうのを決めましょうねこれを決めてで同じ内容をイギリスフランスロシア、えー、オランダ、はい、アメリカ。 のこの5カ国と結んでいくっていくう形でそ順番は違います今あ、うん、あのアメリカ最後に行っちゃっただけなんでこの5か国と一緒に結んでいくということで、うんまあ、アメリカが一生懸命お膳立てをしていったわけです。といういったこともアメリカが決めてやっていくんですけれども、うん、アメリカがどうしても日本と仲良くしたかった理由って何かっていうと太平洋を渡った先に 中国があるんですけれども、はい、中国と貿易するためには途中でやっぱり基地が必要でその手前に日本なので日本とやっぱり貿易したい、うん、日本とあの交流したいでカリフォルニアの先にある、まあ、遠距離はありますけれども、うん、陸地として大きい陸地として一番近いのはやっぱ日本列島なので、うん、日本と仲良くしたいということで、はい、ペリーさんからその次ハリスさんに代わって、まあ、一生懸命交渉してお膳立てをしたわけですよ。はい わざわざ遠くから来て、はい、まさに名古屋からじゃないですけれども、はい、カリフォルニアから、まあ、来ていやその交渉したわけなんですけれども <laughs>、うん、すごい労力かけてますね労力かけてたんですけれども、うん、これがなんと幕末そのペリー来航後幕末にかけて明治維新1868年、まあ、ペリーが来航したのが1853年なので、はい、その後1868年まだ、あ、15年間かけて。 やっていくんですがまあ貿易のルール決めたのは1858年なんですね、はい、で1868年までの10年間の間に日本と一番貿易をしてたりとか日本といろいろやり取りしてた国っていうのはイギリスとフランスになっていくんですアメリカじゃないですアメリカじゃないんですよフランスが幕府側について反幕府側にイギリスがつく 撮影戦争って聞いたことあります<あ>薩摩藩とイギリスあま、まあ、鹿児島県とイギリスが戦争するみたいな、はい、そんなことをやったりとかして、うんまあ、イギリスとかフランスが、まあ、ちょっかいかけていくわけです日本と。でそのちょっかいかけられていく中で、まあ、お互い仲良くなっていくみたいな感じになってってアメリカがいつの間にかいなくなっちゃってたんですよ。はい ね手間暇かけて1853年から1858年までまあ足掛け5年まあその前からいろいろなアプローチはしてたんですけれどもまあ具体的に制約の段階になってようやく条件全部詰まってじゃあこれで貿易スタートしようやろうぜと思ったらイギリスとフランスにいいとこ取られちゃってるわけです。ななるほどんでか それだって結構大事ですよね。結構大事ですよね。うん、10年間かけた仕込んだプロジェクトが5年まあ5年,、まあ5年うん、とかが最後の最後で成果に結びつかない。成果に結びつかなかったんですね。はい、ただ理由はですね、これは皆さんこれも多分よくご存知のテーマなんですけども、はい、リンカーン。あ、リンカーンアメリカの大統,大統領。奴隷解放宣言で有名。はい。あの人民の人民による人民のための政治。うん っていうあのゲティスバークの演説でも有名なリンカーン。はい、彼は奴隷解放宣言をするにあたってアメリカで何が起きたか。内部で戦争起き。そうですね内。内戦が起きてたんですね。南北戦争っていうのは起きてたんですけども、これが1860年から起きていたんです。あ、同時代なんですか。そうなんです。1861年ですね。ごめんなさい。61年から起きていて、まあその前からずっと戦争。 どうするんだっていう内部での混乱が起きちゃったんですね。貿易どころじゃなかったんです中で戦争が始まっちゃってたんで日本にせっかくいろんなルールは決めたんだけれども、はい、それをじゃあ使って何かをするっていうことができる状況じゃなかったんですアメリカ。でその間にフランスとイギリスがアメリカが作った条件と同じ条件の条約を結んでたのでそれを使ってまあ貿易をやって。うん いろいろと食い込んで利権を獲得してきちゃう。うん、アメリカとしては、まあ、面白くない状態になっちゃうんですね、うん。イギリス、フランスとしては嬉しいというか、嬉し状態面白い状態、面白い状態になっていくと。うん、だからこの戦、だから置く場せながらっていうことでその戦争が終わったのが1865年、うん、ということなので、はい、もうほとんどその明治維新までの間にこう食い込める余地がなくなってしまう。 最初のこうグリーンフィールドのブルーオーシャンなところを攻めていくっていうところはもうやられてしまったんでいいところは全部抑えられてしまってるっていう中まあアメリカは結構困っちゃったなっていうふうになってくるのでやっぱ中で喧嘩をするっていうことをするとやっぱ外側に対してもうまくうアプローチができなくなってしまうのでこうやっぱり自分の煩悩とかをちゃんと書き消して。 っていうこ僕がじゃあかっさわれたらちょっと自分の中のボンのをコントロールできなかった,できなかったんじゃないか可能性があるということで、はい、まずやっぱ自分のね身を正してもう向こうから相手が来ちゃういうぐらいの勢いになればきっと いろんなことがうまくいくんじゃないでしょうか、えー。ちょっと男磨きが足らなかった。<laughs> 足らなかった。はい、まあまあ今見たらねきっともうそれはすぐさまあの駆け寄ってくるとは思いますけれども。らしいです。はい。<laughs> はい、ということでまあ今日は、えー、クイズを出そうかなと思ったんですけれども、はい、えー。クイズを出します。出しましょうクイズ、えー。アメリカ、フランス、イギリス。この以外の二つの国。 でえー、日本と最初に、えー、条約を結んだ国2つあるんですけどこの2つの国はどこかこれを今日のクイズにして終わりたいと思います、はい、ラジオ歴史小話お相手はリートンとソシーでした。